今回は愛知県の観光スポットやデートスポットで有名な名古屋港水族館に行ってきました。名古屋港水族館は愛知県名古屋市港区の名古屋港ガーデンふ頭にある公立の水族館です。名古屋港水族館は日本の水族館における延べ床面積ランキング1位の水族館です。名古屋港ガーデンふ頭には名古屋港水族館以外にもいろんな施設が入っています。名古屋港シーレイランド、名古屋港ポートビル、名古屋海洋博物館、南極観戦富士などいろいろなものがあります。なので1日楽しめる施設ですね。名古屋港水族館は南館と北館に分かれており、南館のテーマは南極への旅。日本から南極までの水域を5つに分け、日本の海、深海ギャラリー、赤道の海、オーストラリアの水辺、南極の海に生息する生き物たちを環境とともに紹介しています。北館のテーマは35億年遥かなる旅、再び海へ戻った動物たち、生命が進化する過程で水中生活に適応して知性を発達させた海洋生活者クジラの世界をさまざまな手法で紹介しています。それ以外にもイルカやベルーガ、シャチもが、泳いでいて迫力満点です。見るだけではなくさまざまなイベントもあります。イルカパフォーマンス、シャチ公開トレーニング、ベルーガ公開トレーニング、ペンギンよちよちウォーク、マイワシのトルネード。ただ見るだけではなくいろんなパフォーマンスを見ることができるので、大人から子供まで楽しめるイベントとなっています。その中でもイルカパフォーマンスは必見です。日本最大のプールで行われるイルカパフォーマンス、左右60メートル、奥行き30メートル、深さはなんと最大12メートルの巨大プールの中、ダイナミックにジャンプするイルカたちのパフォーマンスは子供から大人まで夢中になられずにはいられないはずです。水中観察の窓からも眺めることができるので、地上とはまた違った雄姿を見ることができます。一つのショーで二度楽しめる面白い水族館になってます。ベルーガの妊娠期間は14週間。
から16日で、順調に成長すれば今年の夏に生まれます。グレーが無事出産を迎えられるよう温かい声援をよろしくお願いします。この後12時からは鈴鹿パフォーマンスが始まります。開始の時間まで今しばらくなごや港水族館は海洋生物研究のトップランナーです。なごや港水族館は海洋生物の研究においても注目を集めています。ベルーガの繁殖やマイナス2度をキープするペンギンの水槽など日本初の多彩な取り組みが行われています。飼育が珍しいことで知られる世界最大のエンペラーペンギンを見ることも可能です。ウミガメ回遊水槽では産卵用砂浜が設けられ、実際に繁殖に成功するなど大きな期待も寄せられています。動画のご視聴ありがとうございました。いいね、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。